2017年1月3日、君を迎えた日午前11時、かなり怖がりだと知った日、俺は勝手に舞い上がったり、世界幸せにすると決めた日。うちには長女じいちゃんがいるから、君は次郎、次男の次郎。じいちゃんは他のことは仲良くできなかった、でも君とは、yeah。 一緒におもちゃ箱覗いてバニーのおもちゃを引っ張り合って遊んでいたね。毎年年始に行くお墓参り、まだ俺は君に会いたい。君がまだいてくれたら、突然なんか思い出した、もう言えないんだなさよなら。君がまだいてくれたら、忘れたことなんてないから。2017年1月3日、幸せな日はずっと続くと思ってた。突然にその時襲ってきた、大好きだったボールを食べる力もなさそう、フラフラの足元を切れなくなる次郎。病院に預けた時にはもう会えなくなるなんて思ってなかった、なんであの時帰らずそのままそばにいてあげられなかった。朝5時過ぎに病院から助からなかったとの電話が来た。何もできなかった。初ライブには君の願いたペンダント、大事な時には一緒にいるんだと思いながら勇気をもらってるんだ、ありがとう、また会える日まで。